よーし、パキュンカツ、スタートです。本日の企画は、目隠した状態で居場所当てるまで帰れません。IQ クイズは何を言ってるんですか、あなたは。はい、お前もこっち。今日はじゃんけんで負けた2人にこの企画。これ俺が出した企画なの。どういうことですか。考えた結果、邪魔にしよっしゃあんた出しただけで、パスとケンコにやろうって言って。キザーッとなんで俺とカズなんだよ。どん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 ね。じゃんけんって言ったから、もうじゃんけんじゃない。本来おととい地元でこれやる予定で、その時はもうカズとケンコって決めたんだけど、それが流れて雨だったから、雨だったから、雨でありがとう。本当に雨だよ。よく考えたらこれ別にその2人で絞る必要ねえよ。そうなんだよね。なんかさ、お前って本当よく分かってるんだよ。お前もこっち来いよ。俺はもうルート決まっちゃってるんで、すいません。じゃあ行きましょう。よし、で今から2人が地獄見るってことでしょ。2人がその場所を言い当てるまで帰れない。はい、あ、でも他の人も一応裏方でつきますから。一人が当てた場合でも、あの、同じ回答じゃなきゃダメってこと。一人当てた方から解放。うわうわ、じゃあバカなやつとかいいのか。ハレカお願い。なんでよ。誰が一緒当たんないから。とりあえずプレイヤーだけルール説明当てる。オッケーオッケー。よし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 。いやマジだよ。ごめんのに、ごめんのに。俺はグー出す。ねえ、やめようって、そういうの。お前なんで喋ってんの。違う違う違う、どうやって喋んの。どうやって喋んのは YouTuber じゃないから。喋っていいだろ。グー出すのね。グー出す絶対。オッケー、いや、せーの、最初グーしてポイ。パーだったもんね。パーだった。せーの、最初はグーじゃんけんぽい。わー、ありがとう、やっありがとう、やっありがとう、やっありがとう、最初はグーじゃんけんぽい。いやー、最初はグーじゃんけんぽい。最初はグーじゃんけんぽい。わー、ざわぐぞ、てめえらが目隠しないんだ。パーだが、俺が考えた企画だー。死んでもって、わー、違う。頭に血のぼっちゃってるよ。で、あ、ちょっといい、パーとケンゴ負けます。よし、いけ、はい、やめろ、やめろ。せーの、最初グーの失敗。よーし、ザマー見ろ。え、なに、俺とダーが負ける。俺勝っちゃった。お前っぽいね。ちょっと待って、見てみ、綺麗に前の2人勝ってんだよ。俺が勝って、この2人やん、結局。いや、今のでジンクス崩れたから、その前。おい、よーし、よーい、せーの、最初グーの失敗。いやーやばい、やばい。それでは、はるかのパーに決定。よっしゃー。今のどこ行くの、どこ行くの、今のどこ行くの。わかんない、やだ。まだ、まだ、ケント、ケント、死んでも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 、待って。顔真っ白だった。頭に鏡が切れた、なんで顔真っ白だった顔。見て見て、孤独様の顔。もう捨てちまおうよ、こんなね。東京湾に埋めちまえばいいんだよ。沈むんだよ。そっちか。俺みんなに言ってなかったんだけど、目隠しすんじゃん、はい、俺暗いとこ恐怖症やねん。何回もあるじゃん。つい先週も目隠し全然しておきゃ。じゃあ行きますよ。今からまあ他の4人、まあ俺も含めた4人が、まあ目隠しした状態でいろんなところに連れて行きます。はいはい、かしこまりました。そこに着いたら30秒間だけアキネーター的な感じで質問をして大丈夫。俺、はい、俺がはいか言える答えるんで、今どこなのかっていうのを想像して場所を当てるまで帰れないと。ちゃんと返事しようよ。リーダーが説明してくれてるんだから。ねえ、理解しなきゃ帰れないよな。大丈夫ですか。パワー早いだよ、返事は。はいはい、はい、いいの、それだけ説明。じゃあもういきます、それぐらいですね、説明することは。じゃあ行きますよ、じゃあ次は。おー、行こう、じゃあ行きましょう。あーちゃん、よかった、マジで。やったー、あぶねー。スクワット。ここからもう移動中すべて目隠しをしていただきます。ありがとうございます。つけてもすぐ当てちゃえば帰れんだよ、うん、簡単に言えばね。簡単に言うのは簡単ですから。え、で僕らも飽きたら入っていいんですか。入っていい。俺も飽きたら運転やめる。ありがとうございます。え、こっちはバラのコント。目隠しお願いします。はい、お願いします。寝ちゃうんじゃないもう。見なきゃいいんでしょ。まあ、寝ちゃっててもいいよ。うん、そうすることない。でもそのままでも見ないじゃん、決まるんだから。見えるのか。見えないんだから。じゃあ一番最初に行きましょう。こちらです。嘘。どうして。ああ。失敗。
俺は行ったことないと思う。ない。ちょ、待って。カーカーのパスポート持ってる。パスポート一回も。最近はパスポート出す。パスポート持ってんのね。じゃあそれ。じゃあ移動していきましょう。はい、ということで1個目着きました。はい、着ました。1個目はこちらです。ガーデンプライスです。プレイスですね。プレイスですね。はい、これ花より団子です。ツイッターの写真をここにやったんだっけ。あー、やったことあるわ。俺だったら分かっちゃう。俺だけもらったら一発。ちなみにあいつらバカだから分かんないでしょ。だってバカだよ、あいつら。うまそう。だから、次のところ準備しよう。そうだね。とりあえずあいつら呼んでやりましょう。お坂田さん、一つ目の場所に到着したので、じゃあ30秒間質問して OK です。それに対して、はいか家で答えてみようね。限定するのはなしにしよう。例えばですけど、小平ですかとかはなしで。はいはい。街名？大まかね。場所を当ててください。場所、はい、例えば東京ですかとかはあり。東京までは正解です。東京までは。で、ああ、さすがに何区ですかとかはなしにしよう。なし、OK。OK ですか。じゃあ30秒間ですからね。帰ろう帰ろう。これで答えたら帰れるぞ。よーい。東京ですか。はい。23区内ですか。はい。公園ですか。微妙なところです。施設。おー、微妙なところです。まあ、はいなのかな。何線通ってます。いいえ。あー、答えられないですか。答えられないか。なるほど。やっぱ1分にします。ちょっと短そうなんで、はい、いいですよ。人多いですか。はい、まあまあ、まあ、ぼちぼち、ぼちぼちぐらい。芝生はあります。いいえ。公園と大人どっちが多い。公園と大人。大人と子供。大人。いい質問じゃないですか。いいじゃん、いいじゃん。会社員さん通って。ぼちぼち、ぼちぼち。あと10秒です。わかりません、聞いてください。高いマンションある。はい、あります。わあ。ミカとか、ミカとかある。ないや、ない。ない。ラスト。3、来たことありますか。1、人によります。終了。人によります。あんま絞れなかったんちゃう。まあまあまあ。でもまあ、ちょろちょろといい質問はなんかあった。人による。どっちかで言います。せーので言っちゃうかも。場所をせーのでお願いします。地名でいい。じゃあ答えを一斉にどうぞ。せーの。代々木公園。怖い。かなと思って。俺もかなと思って。一発がいるし。待って、一発ということで一箇所目、はい、なんと不正解でーす。だいぶ遠いかと思ったよね。じゃあ最後にこの前であの動画だけ撮っとこうぜ。メインの前あるから、ね、分かりやすい場所があるから。ということで1箇所目はこちらでした。怖いな。どこどこ。気がせよ、もう1箇所目。何ヒントもくんないの。はい、ということで車に戻ってきました。はい、残念ながら失敗ということで1回目らしいですね。はい、ヒントが少なすぎるよ。いや、じゃあヒントは自分で言うようにして。自分でいい質問すればいいんだ。なんかね、むずいヒント出すの何聞いたらいいのか分からん。あ、もうなんかいろんなもの聞いてくれれば。聞きたいところを答えられないっていうところもあるし。あ、まあね、それはまあちょっと仕方ないですけど。次ちょっとヒントを、ね、そうだね、ヒント考えてたから。2個目いきますよ。2個目。はい、じゃあ2個目。これ当ててほしいな。犯罪になるの。いやでもじゃんけんで負けたから。そうだね。証拠があるから俺ね。犯罪で訴えるから。じゃんけん罪ってなって。じゃあ2つ目向かっていきましょう。はい。はい。ということで2個目の場所つきました。はい。2個目の場所はここですね。はい、なんだ、また森林が美味しげって。じゃあ準備いい。はい。で1分間質問タイム。はい、スタート。頑張れ。どの世代が歩いてる。20代30代40代じゃない。見えるのはどこも。そうじゃない。どこ作ってるもの何ですか今。見えない。ここから目で見えない。壊してるもの。いや、ここから目で見えない。見えない。まともな質問ないけど今のところ。近い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 。お前殺すぞ。これじゃ何虫。わかんない。でっかい音。セミみたいなやつ。めっちゃやだ。セミまだいるの。まだ。めっちゃ待ってた。嘘つけ。もっと出せよ。残り10秒。質問が出てこないんだよ。鳥います。鳥。見えない。これラーメン屋ある。見えない。近くに何がある。中華。何がある。近くに何がある。施設は何か。施設ちょっと一回。だからファミレスとかもさ。え、めっちゃ近くに橋があります。あるね。お、橋。はい、待って。ずっと上通ってんだな。何か上通ってる。電車が上通ってる。せーので言ってもらえますか。はい。正解できたら解放だからね。はい。じゃあ二人でせーのでこの場所言ってください。はい。せーの。小田原駅。
さあが四ツ谷駅。俺小川駅。小川駅。地元の。二つとも二人とも駅ね。うん。で正解か不正解だけ言いますか。うん。どちらも不正解です。なんで？なんで？弱くなった。え、さっきより弱かっためっちゃ。分からない。え、一緒帰る気ないじゃん。え、帰りたくないの？マジで分からない。なんだろうね、最大のヒットは橋だったけどね。橋やばかったな。とりあえず次の形行きます。はい、行きましょう。残念でした。はい、行きましょう。やだ、すいません。はい、ということで3カ所目着きました。はい、で、3カ所目こちらですね。どちらですか？行っちゃっていいよ。あ、ダメですよ。まあ、車の中でね、ちらっと話してたんだけど、はい、質問を考えてもいい？そう、ぜひとも当てていってほしい。質問次第でも簡単に答えられるから、うん、はい、もう答えます。頑張って。じゃあもうやるよ。はい、じゃあ質問タイム1分スタート。はい、デートスポットですか？はい、そう、もなり、おい、なりえます。いいぞ、いい質問。そう、リアクションの前に質問しないの。僕たち来たことあります。何回か。え、スクワットの中で誰が一番理想ですか？ジャンルで言ったらはるか。俺、はるか。あー、まあまあまあ、そうか。大きいですか？大きい、大きい、大きい。この町のお父さんの年収の層はいくらぐらいですか？知らんけど高そう。高いよね。1000万。知らんけど、マジで知らんけど。年収1000万なの？駅近く。駅はそんなに近くはない。近くない。うわ、俺これ分かったぞ。これは相手の相手の相手。施設ってどんな感じの形？どんな感じの形？終了。黙ってくれ。あと一個言って。最後の質問だけいいよ。東京のどっち側？真ん中から右です。ありがとうございます。あ、もう確信じゃん。俺の方がありました。せーので行くよ。はい、せーので回答してください。はい、それでは行きます。せーの。東京タワー。え？東京タワー。はるかも東京タワー。東京タワー。正解を発表します。これはマジどう？正解は。東京タワー。マジ？マジ？マジ？目開けて。せーの。マジやん。とか関係なく、そろそろここ行くだろうっていう。ああ、そう。音とかは関係なく。音関係なくて。もう分からんもん、音なんて聞いたって。そうだよ。え、この予想？俺、アイスリーがここで迷った。ああ、なるほど。デートスポットでかかったんちゃう？結構。うん。デートスポットが。ちょっと聞きたいんだけど、1、2カ所目どこ？え、ちなみにどこだと思う？え、マジで代々木公園だと思ったの？1カ所目、恵比寿ガーデンプレイスです。うわー、あっちねー。2カ所目さ、俺予想なんだけど、目黒川。目黒川正解。なんで？いや、車の中で、マジどこだろうと思って、電車が上を通る、通る思ったら、その感じで、電車の近くにあって、橋、目黒川だなと思って。あ、それね、終わった後に気づいてる。終わった後、車で整理したら、あれ？あのね、橋が大ヒットだったもん。そうだね。川だよって。東京タワーもなんかそろそろで当てるのがすごい。そろそろかなで2つ一緒。確かに。ああ、そうか。確かに。お前一回小川駅挟んでるけど。じゃあお前小川駅あるから。さらに一回地元戻ってる。小川駅小川工事してる。ああね、めちゃめちゃ上電車通ってないでしょ。通ってないけど、一応3カ所で正解という。いや、思いの変わんかったですね。嬉しかった。でも次ディズニー行く予定だったの。ね、バカお前。え、その選択肢にあるよ。待て、なんて言う？待て、回答。スカイツリー。正解だからいい。正解だから。いや、ディズニーの次にお台場とか行こうかなと思ったの。ディズニー行きたかったよ。ということで、目隠しされて当てるまで終わりませんは、東京タワーで2人ともクリアです。はい、意外と早かった。ありがとう。マジありがとう。よく頑張ったと思うよ。俺だったら外してたもん。これはね、分かんないと思う。でもこのヒントでよく当てたね。もうちょっと出してくれなかった。何のヒント出してもここよ。うわ、考えなかったね。こっち側飽きたから答えね。こっち側は。じゃあじゃんけんだな。分かんない。もう寝ることしかしねえから。じゃあということで、以上目隠しで場所を当てろでした。バイバーイ。スクワッド、スクワッド、チャンネル登録。